はい、皆さんこんにちは、チャルさんです。はい、寒いですね。いかがお過ごしでしょうか。関東地方は雪がどうとかとかって言ってましたね。はい、1月24日の日曜日、時刻は午後1時半でございます。はい、もうちょっとね、雨でね、今日もバイク乗れないかと思ってたんですけど、こうしてモンキーではありますけど、ぶらりとバイク乗れて幸せです。はい、皆さんはどんな風にこのコロナ禍の緊急事態宣言もね、出てる地域もありますからね。そういう中で皆さんどのようにお過ごしでしょうか。はい、広島はね、幸いなことに、昨日の感染者が20人半ばぐらい、20何人ぐらいで、100万都市の割には、非常に発生も少なくて、一応ね、準緊急事態宣言に準ずるっていう感じのことを県知事が言ってたんですけど、そこまでは至らなかったですね。はい、でね、やっぱね、考えたんだけど、これね、社会的なインフラの違いがあると思うんですよ。こうやってね、広島ってね、公共交通機関ってね、皆さんよくご存知の路面電車ね、広島の路面電車、あれとバスしかないんですよ。路線バスしかないんですよ。で、地下鉄とかね、鉄道の発達がね、山陽本線とか呉線とかっていうものはあるけど、地下鉄とかそういう、環状線のような鉄道とか、そういうもののインフラがね、あまりないんですね、大都市の割には、なのでどうしても、交通の手段がね、マイカーとかね、に頼らざるを得ないんですよ。どっか行くにしても、そういうことで言うと、東京のように、逆に車を持ってても渋滞とか、その駐車場代とか、そういう問題で言うと、決して便利なものではない、車を持つことがね。むしろ電車とかバスとか、どっちかって電車だよね、電車や地下鉄っていうものの方が、便利のいいインフラ、移動インフラですよね、のなとこと比較すると、やっぱり密にならないんだと思うんだよね、地方都市って。やっぱ交通インフラで、そのまたもう一つ、それと繁華街だよね。そのやっぱりね、田舎はね、そういうとこ保守的だから、本当に広島も、西日本で屈指の繁華街、流れ川地区っていうのがあるんだけど、本当に人少ないですよ。なぜならば、都会と違って、その夜の繁華街を徘徊しているのはほとんど中高年だから。若者は少ない。最近の若者は、そんなに若者があふれてる街ではないわけですよ。で、若者のあふれる場所がね、夜あふれてるような、集中する場所がないんですよ、地方って。だからなんですよ、爆発的にもならないのは。ちょっとそんなことを思いながらね、僕もこうやってバイク乗ってるでしょ。そうすると移動するのに、で、これバス乗って、今日街の中心部にさ、パセーラっていう商業施設があって、そこにで、カスタムバイクショーとかやってるわけで、行きたいわけ、本当は心の底から行ってカメラを回したいわけですよ。だけどそっちじゃなくて、一人ブラッと散歩を選んでるじゃないですか。こういうことが、その感染者数の都会と地方の差になってんじゃないかなって、ちょっとうっすら思ったりします。はい、それはまあ話はさておいて、今日ね、ちょっとね、お話したいなと思う内容はね、そういったことではなくて、ですね、実は、YouTube のね、コメントとかについてのお話なんですよ。YouTube だけじゃなくて、Twitter でも何でもそうなんだけどね、前にも言ったことあるんだけど、その、なんて言ったらいいんだろう、
書く人の真意が相手に伝わらない書き方するともったいないよねってで思うわけでございます。はい、例えば仲良くしたいなって思って僕の YouTube を見て、ああ面白い YouTube だなってもし思っていただけて、タレさんっていう人間に興味を持っていただき、でお近づきの印にと思ってコメントを書いてくださる、本当にありがたい。何にも興味がないところにコメント書かないと思うし、よっぽど腹が立つ僕に憎しみを持ってる人では別ですけど、そのコメントを書くってこと自体はがもう、閲覧をするよりももう一つ踏み込んだ行動じゃないですか。そのね、そこまで行動を起こしてくださるっていうのは全然僕にとって悪意がないと思ってるんですよ。うん、なんだけどその書き方一つでね、そのそういう僕に対して善意があったり頑張れっていう応援の気持ちがあったり、そのお近づきになりたいっていう気持ちがあったりしてくださってるにもかかわらず、その真意が 僕や周りの人に伝わらない書き方をされてる方がいて、がやっぱりいるんですね。それはもったいないなって思うんですよ。はい、で例えばどういうことかっていうと、はい、例を挙げると、例えばその僕この間ね、この立ちこけの動画をアップしたんですよ。はい、立ちこけした時にたまたまカメラが回ってたからね。そしたら僕のチャンネルの動画なんて通常100回200回ぐらいしか、300もいくとちょっとヒットかなっていうぐらいの再生回数しか出ない動画なんだけど、チャンネルなんだけど、なんだけどそのやっぱり立ちこけっていうのはインパクトがあるのかな。あっという間に1000いくつ1000今400ぐらいになったかな。本当、数日でそうなっちゃって1週間ぐらいでそんな数字出るなんてないんだけどって思いながら、本当感謝なんだけど、やっぱ数が増えるといろんなコメントをいただいてね、その中にね、また何年の37年の乗ってるからって過信ですねみたいな、過信だねみたいな、こけたことに対してね、30何年乗ってるから過信したんだねみたいなことのコメントが入ったわけですよ。うん、そうで、そのコメントの最後にね、びっくりマークがつの記号がついてたわけ。うん、過信だねって。もう確かに過信ちゃ過信だし、こう舐めてたし油断してたっちゃ油断してたのは事実だから、そこについてはさ、否定もしないし、その通りだねって思うし、何もそこに何体も僕は何も思わなかったんだけど、だけどそのびっくりマークをつけて書くとより強調されて悪い方に取ることもできるわけですよ。うん、バカじゃない過信しやがってみたいな言い方に聞こえる人もいる。おそらく書いた人のその発信者の意図は真意はそうじゃなかったかもしれない。うん、ちょっと言葉が弾んだような感じで、ね、その弾んだというか、うん、みたいに過信だねって言ったつもりなのかもしれないんだけど、だけど文字だからね、その実はね、文字っていうのは書き手の文字だけにもかからないけど、言葉もそうなんだけど、言葉だから文字と言っても言葉、喋っても言葉だけど、言葉っていうのは発信者の真意なんかどうでもなくって、なんかその受け取り手の、感じ方でそれがユーモアにもなるしハラスメントにもなるわけですよ。うん、そこの部分を
ちょっと不注意だったかなって思うのね、その書いた人がね。うん、別に責めてるんじゃないよ、うん、全然責めてるわけじゃなくて、なんて何とも思ってないもん、そうやって書かれても俺自身は。だけど残念だなって、ハラスメントみたいに取る人もいるよねってで思う、うん、例えばその最後のところをカッコ笑いにしておけば、過信だねって書いても、最後はカッコ笑いにしておけば、いいわけですよ。そしたら、こっちも笑い、カッコ笑いがつくような面白おかしい返信をして、それを全然そこに関わってない人が動画見た時に下のコメントを見て、あ、こんなやり取りしてらっていうので、また他の人も書きやすい、楽しく書き込みやすいっていう環境を作るっていうことができるじゃないですか。だけどそのびっくりマークみたいなのつけたらで、ものの中身の内容がそういう相手を、ね、過信だよっていうような言い方をすると、相手を非難したようにも聞こえるので、非難もしくは皮肉を言ったようにも見えるので、それはねやっぱ不愉快に感じる人いるよ、うん、残念だけどね、うん、と思って、実は僕とそのコメント書いた人がすげえ窮地の中だったりしたら、すげえ仲良しに、ジャルさんお前過信だよバカだのって言う、すごい皮肉を 言われても、僕がその人と窮地の中でよく知ってりゃ、はいはい、おっしゃる通りでございますってカッコ笑いで返して、他の人から見ても、あ、この2人仲良しなんだって分かる文体になってるのやり取りが見てね、そこでね、やっぱり国語力って必要よ。でそういう今ね、国語力っていうより一つ一つのそういう細かいその単語キーワードを切り取って、そのなんか言うことを国語力と勘違いしてるやついっぱいいるけど、実はもうその前後のこう流れ、文章の流れ、内容の流れを把握するのが国語力だからね。その国語力をそのなくして、一つの文章を切り取って、センテンスを切り取って、ケチをつける癖をつけたのはマスコミなんだけどね。だけどそのマスメディアなんだけど、そこをそういうことす、そういうふうに自分の書いたコメントがそういう類として切り取られて変に批判されるのは嫌でしょ。なのでやっぱそこはね、考えた方が良かったよねって思うの。その例えばそういう言葉を書いた人ね、でもその人もね、おそらく全然どこの誰だか俺知らない人だから、その初対面なわけじゃん。例えば会ったとしても初対面の俺に対して答えね、いきなり過信だよって言ってきたら、それ喧嘩売ってるからね。うん、そんなやつね、俺会ったことないよ世の中で。うん、だから多分その人も初対面で目の前に本人がいたら、過信しましたねとか、しちゃいましたねとかって言ってると思うの。腹ん中では分からんよ、腹ん中では偉そげに何年も乗ってるって言いやがってって思ってるかもしれないけど、だけどそれ思ってても言わないよ、面と向かって本人が目の前にいると。普通の人はそうだから、やっぱりそこをそう普通の人はそうやってアウトできるのに、目のネットになって相手に顔が見えなくなると やっちゃうのね。もったいないよね、だからと思って、まあそんなことをねと感じてしまうわけですよ。やっぱりその僕もこうやって物を発信しているというか、まあ、わずかだけど動画を発信しているから、そのやっぱり受け手の立場に立って、僕の意図はそうじゃないんだけど、見た人にとってそれはユーモアだったり、ハラスメントだったりすることはあると思うので、
言葉を選ぶ、まあ、今日言ってるのはわざとこうコラム的に、厳しいものの言い方をしている。だって問題提起として言ってるからね、うん、誰かを擁護するとかっていうとか、そういう意味でもなく何かを批判するわけでもなく、まあ、一つの問題提起として僕の自分の他人のことでやると卑怯だけど、自分の身に合ったことを例として言うのは全然 OK だと思っているので、うん、だからその何でもそうですけど、 Twitter でも Facebook でも何でもいいんですよ。インスタでもやっぱり今はそこでコメントを書くっていうのがすごく当たり前の主流になってきているので、その中でやっぱり気をつけた方がいいかなって思います。はい、実際に目の前に見ず知らぬ他人としてのそのチャンネルとか持ってる人がいると思って、書く、そして書くという行為は、コメントを書くという行為はただ閲覧するよりも一歩踏み込んでその人と近づこうとしている行為なのだということを、チャンネルを管理している人もよく分かっていながらいるから、そういう書いてくれる人は大事にしたいと思っている、思っているけど、それを裏切る行為をするのはもったいないからやめましょうねっていうお話です。はい、という感じで、今日の、コラム動画はこの辺にしたいと思います。はい、また、これについてのご意見とかあればまたコメントください。また次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。